はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでミンさんですね。はい、PSG を2つですね、チームセットになります。で、今日発送します。何でしょう、オーバルだとサインカード、まあ5、6箱1ぐらいなんですかね。でしょう、まあノーマルオートがケースで 2.5 ぐらいですかね。で、まあ、色付きのオートも、昨日も何回か出ましたけど、まあ、切れてなかった。そこそこな確率で出るんじゃないかなと思いますけどね。まあ、ケースに、まあ、1、2枚は、2枚はどうでしょうね。1枚ぐらいは、シリアルオートいそうですね。すると、まあ、3か4かぐらいなんじゃないですかね。で、一番下がなるべくレギュラーの方がサインチャンスだと。よいしょ。うん、アイシー、はい、レナート・サンチェスですね。まずアイシーパラ、はい、エンバッペさん、一番最後ね。あ、光ってる。まずパラレルね、これのパラレル綺麗ですよ。はい、セルヒオラモスさんね、綺麗綺麗。パープルっぽそうな感じですけどね。どうだろう、何色だろうお、パープルかな。15だ。はい、うん、セルヒオラモスシリアル来ました。あと2パックでペカレバ。あ、メッシさん。サイン率高いですか？あ、インサートだ。インサートってかね、ハイナンバー。まあ、ハイナンバーっていうのもちょっとあれですけどね、この製品。お、レギュラーだ。あ、これを楽しむ。ね。この瞬間。はい。ね、開封される方の醍醐味でしょ、うん、お客様の代わりに店長がこう、はい、代弁しております。よいしょ、はい、まず2箱目、まあシリアルがね、ワンボックス目、あ、もう光ってます。これの際の可能性もあるけどね。いきます、A の。はい、まずは青ですね。シリアル来ました。ファビアン・ルイス。150。うん、だ15がいかにこう、ね。ケースでも15クラスって、ケース1か、そこらじゃない？多分。まあ、IC があと1ですから。IC 以外だったら、IC だ。はい。メンデスさん。うん、メンデスさん。さあ、ドキドキタイムです。あと3パック。うん、メッシさん。その下ベースだな。ベースだね。あ、ベースじゃなかった。ここだけじゃ分かんないね。高さがちょっと違う？あ、ちょっと高い方がベースなんだね。ここのね。うん、はい、ラスト。どうぞ。ペカんねえかな。ベースカードっぽいね。せーの。あ、動きた！液体系くん！はい。あ、サイン初めて見たかも、生きてきてくん。いいには見えないな。ヒューゴか。あー。ヒューゴかもしれないですね。あ、ちょっと、ピント。はい。エキティケ君サイン初めて見ました。
トプクロで出てないよな。うん。はい、ということでシリアルね、箱1ずつとサインが HTK 君来ました。フォワードだもんね、次世代。はい、ということでこちらでね、今日発送いたします。またぜひね、チャレンジしてください。ありがとうございました。